監督の塚本慎也です。今回はザンという映画を持ってきました。この映画はですね、台湾では12月の28日から公開しますので、ぜひ見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。さんの最近のその活躍を見て、とてもこの今の若い人の感覚が素晴らしく、こうとてもこう新鮮に、子供の時からやってるんで、とてもベテランなのに初々しい、決まりきった形じゃない素晴らしい演技をされる方なので、ぜひ池松さんにお願いして、その今の若い人の感覚を表現できる人に江戸時代に行って、で江戸時代っていうのは昔のことっていう風にしないで、今のことのようにまるで今のことのように感じるような時代劇にしたかったもんですから、それで池松さんにお願いして、でやはり素晴らしくて、想像してたように、あるいは想像してた以上に、江戸時代がまるで今のことのように生々しく感じる時代劇ができました、池松さんのおかげで。はい、私と一緒に江戸へ行きませんか？死ぬんですか？死にません。お前の実力を見せてみろ。なんでそんなに木の芯にこだわるんですか？あいつら今にもっと恐ろしい騒ぎを起こすに違いない。お前に殺せ。もうやめてください。